はい、今日は4月17誕生日です。はい、まあこんなだからな。結構開墾してるとね、そんなものもどうでもよくなるからな。で、今日はこの中途半端に残った塩をあっちの切り株にの上にもさっと乗っけようと思います。まあね、この3日間もこっち雨なんで、こっちも3日間雨だから、それでその間になんか枯れてくれたらいいなって感じです。まあまだ結構こんな感じかな。一応ドリルで穴は開けたんだけど、こちらのね、除草剤じゃなくてちゃんと枯れ、あのね、ちゃんと倒木にならないというか、あれを切り株を枯らすものは実はそういう薬はあるんだって。でアマゾンで売ってた。でもまあその薬を撒いてもいいかなとは思ったけど、ちょっと時間がないかなって感じだよね。ゴールデンウィーク中にはね、ここを終わらしたいわけよ。で、4月の終わりに良ければ、あの内装の方に入れたらなっていうのが理想なんよ。だから、ちょっとね、切り株たちを早く本当は抜かなきゃいけないんだが、いや、抜けねえ。ここね、根っこ絡み合っててさ、実はそんなにでかい切り株じゃないんだけど、根がね、上とか下に入り組んで、そんで切り株同士が根っこでこんがらがってるからね、しんどい。で、まあ一応トンゼコミとかの方で、剣先のスコップの先を研いで刃物にしちゃってもいいんじゃんっていう、それでも掘りながら根を切りながらでも早いよっていうのは聞いたんで、入れはいいけど、その剣先を研ぐようなものがないよな、残念ながら。だから、まあ、こうやって地道にやるしかないよね。で、あとコンクリートの基礎にね、塩害が出てもまあこれはしゃあないなという話ですね。早く枯らしたいわけですよ、マジで。でもまあ塩自体がそんなにあの除草剤としての効果が高いわけではなく、まあ多少ものすごい時間かかるんだって、1ヶ月2ヶ月。だからあんまりね、これは頼れないと思う。まあこの3日間でどこまで行くかだよね。で、あと問題がこいつで、この石をどうや、バッテリー3本電ノコでさ、電ノコじゃねえや、電動のね、インパクトっていうか、あのドライバー、コンクリートのコンクリートをぶっかくやつでどれくらいいけるかっていうのが一番のポイントで、なんかね、全然ダメだわこれ。一番ダメなのこいつかもしんない。なんだこれ、何の基礎だったんだろう。絶対あれ形からしてね、流し込んでるわ。絶対あれね、流し込んでる。シャレにならないぐらい深いとこまで流し込んでるから、どうしようかなって感じだよね。本当に根っこがさ、ここ、前の人が庭、ガーデニングが好きだったようで、それで、ものすごくね、木がいっぱい立ってたんだよ。で、それをまあそんなに一本一本太くはないんだけど、もちろん。で、それを全部ぶった切ってきたわけでございますよ。なので、まああんまりな、このコンクリートの際には巻きたくないんだが、あとあれスコップとかね、道具も錆びるからさ。
それも嫌で、まあちょっととっとと早く掘り起こしゃいいんじゃねっていう話だよね。あ、こいつタコかな。あ、今はこんな感じで、ぼちぼちやってます。早くまあこっちに入りたいんよ。早くこっちに入りたいからな。まあ頑張っていくわ。